ボン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 。はい、ということで皆さんこんにちは。インスタントクラブの川です。なんかちょっと遅くなったけど、流行ってる時からやりたかったゲームがあって、トロンボーンチャンプっていう、なんかトロンボーンを演奏するゲームらしいんですけど、まあ一応僕は数年ほどトロンボーンを吹いてたことがあるので、ちょっと やってみようかなと思ってます。よろしくお願いします。 Yes, I'm sure。 ウォームアップ、Move the mouse forward and back。 は？はい。あ、そういうことね。はいはい。なるほどね。マウスでクリックした後に吹きますと。あー、やばい。出ちゃったか、経験者のところ。あ、ちょっと経験者のところ出ちゃったか。さすがにね。あ、むずい。むずい。パパ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 パ。さすがに？まあまあ B か一旦。あーでもね、ちょっとおもろいかも、このゲーム。結構好きかもな。パパ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 。いや、うまいだろって。うまいだろ、普通に。うまいよ、そりゃ。やってたもん、トロンボーン。 VTuber で一番初見このゲームうまいかもしれん。バッ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 パッ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 。やっぱ初見だって B 取っちゃうわ、これ。でも、一回聞けば次へ行けるから。来たよ。パッパッパッパーパッパッパッパー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 。一ノ瀬もやろうぜ、これ。おもろいよ。人のこと笑ってる場合じゃないってことを実感してほしい。Oh, say can you see by the dawn early light was so broadly we had as the daylight screaming from outside a bright starI know why Oh, I'm not but be what We so gallantly streaming And the lock and the letter The bombarding me Gave love through the night The
flower season. Oh, say don't the sparkle burn yet while we oh the love of the freedom and the home of the brave. いや歌詞が下に出てんのよ。違う違う違う、これあのちょリトライする、見て一番下、もう歌詞のせいで全部遅れたけど、このも下になんかうっすら文字が書いてあるのよ、一番下。喉大丈夫？別に喉疲れる歌い方してないから大丈夫。ポポポパパポポパパポパパポポポポポパパポパパポポポパパ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 パB でしょ、さすがに。あーよかったか、 B 行けば。あーよかったよかった、セーフ。いやおもろいねこのゲーム、なんかあのストレスが溜まった時とかにおすすめしたいわ。ポポ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 ポ。ありがとうございました。残すとこあと2曲になりました、皆さんお別れまで。 B なんでセーフです。あと2曲、最後までお付き合いください、よろしくお願いします。Show up on face me forget and never love me more. Show up on face me forget more way around outside forの曲が最後になります。いよいよじゃらべ、しかも一番過去最の最高難易度です。いきます、よろしくお願いします。da da 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 da
全部 B です、おかげさまで。みんな今日ありがとう、ありがとう、みんな今日は来てくれて見てくれてありがとう。みんなライブ、ライブ楽しかった？俺はすげえ楽しかったよ、ありがとう、ありがとう。まあこれはあの声が枯れてるふりしてるだけで、いやでも実際面白いゲームだったな。なんか他のライバーさん来てたな、Vスポの2人ぐらい。どうしよう、あのクールでかっこいい先輩じゃなくなっちゃったかもしれない。